思いやりを抱く。成長のプロセスに取り組むとき、他人に対する自分の批判、ジャッジメントを手放すことが重要です。地球上のすべての人間は理由があって自分の道を選択し、彼らが知っている最善の方法でその道を歩んでいます。あなたが自分自身に与えている同じ自由を彼らにも認めることは、関係者全員にとって非常に自由を感じる可能性があります。批判するという感情に縛られ続けることを選択した場合、自分自身が批判される立場に置かれる可能性が高くなります。あなたの周りの人たちの進む方向に関係なく、思いやりを抱き、気遣うことは、あなたが与えなければならない最も美しい贈り物の一つです。停滞。もう、これ以上自分の信念にしがみつくのが難しいと感じているにもかかわらず、頑固に守り続ける人がいます。変化し、成長する能力が保留となっているか、完全に失われてしまったのか。人間の精神エネルギーは自由に流れ、常に変化するように宇宙によって設計されていますが、たとえ、悟りを開いた道を歩む人であっても、その道で妨げられ、停滞する可能性があります。今日は、少し時間をとって、隠れたくぼみや、泥のたまりやすい部分に詰まったものを見つけてください。それらを明るみに出して、それらが本当に保持する価値があるかどうかを確認してください。この練習を実践することで、成長し学ぶための無限の可能性が示されます。さらに、その可能性は、あなたの知識や理解を超えるかもしれません。十分に強い。ああ、最愛の子よ。大きく深呼吸して、一歩下がって再評価、再グループ化する時です。今、現れているエネルギーは、本当に鍋をかき混ぜ、あなたがしばらく感じられなかったものを浮き上がらせます。あなたが進んでいる道は少し凸凹していて、進むのが難しく、またか、もうそんなことをする力は私に残っているのかわからない、と思う人も少なくないかもしれません。宇宙はあなたに優しく思い出させてくれるでしょう。あなたはいつも十分に強いのです。たとえ、あなたの最も弱い瞬間であっても、あなたのうちにある深い井戸は、常にあなたに十分な力を与えてくれます。気を取り直して、誇りを払い、続行する時です。最善を尽くしてください。そして、あなたは、これまでよりも少し明るく、より自信を持って、非常に冷静に、この状況を乗り越えることができることを知ってください。最初のステップ、どこに隠れているのでしょうか。手放すことへの抵抗感はどこにあるのでしょうか。その抵抗のため、あなたの日常生活はどのような影響を受けましたか。宇宙は毎日あなたにできることを手放し、その後始末をするよう求めています。しかし、古い感情を一掃することで停滞状態に陥ると、内なる争いが起こり始め、解決のない戦争が始まる可能性があります。場合によっては、宇宙が簡単であるように設計したことが、結局はそれほど簡単ではないことがあります。このことで自分を責めないでください、親愛なる皆さん。意識的に認識することは、真実と愛の中で前進するための第一歩です。必要な場合は援助を求めてください。これまでも、そしてこれからも、助けはいつでも利用できます。